沖縄散策始まるよ。はい、さーい、フッキーです。今日も平和記念公園に来ました。まあ、予定通りですね、ひまわり畑がどうなったかということで、まあ、そろそろ先頃なんじゃないかなということでもう一回来てみました。でその様子がこちらです。あの時計塔のところなんですが、立派にひまわりが咲いて、後ろのハイビスカス畑よりも高くなっております。ひまわり畑が咲いております。なんか聞くところによると太陽に向かうという話だったと思うんですが、ひまわりは太陽とは逆の方向を向いております。きっと風の影響を受けてなのかと思いますが、太陽とは反対側を向いているひまわりです。ひまわりがこんな感じになっておりました。でいよいよあのモニュメントのあるところのひまわり畑で見てみたいと思います。それがこちらです。これが東北甲子園のひまわり畑です。いや、前よりも綺麗に咲いてますね。自分の身長よりも大きなものもあります。蜂さんも蜜を吸いに来ているようです。風の影響で撫れてる感じはしますが、大きなひまわり畑が咲いております。確か4月の中旬までが見頃だったと思いますので、まだ見てない方はぜひこちらに来てひまわり畑を楽しんでください。でぐるっと回ると奥にはモニュメントがありまして、でそのまた反対側のの影響なんでしょうかね。こちらは、まあ、ひまわり畑、ひまわりは咲いてるんですけど、ひまわりの花がほ
とんど反対方向、まあ、全部ではないけど反対方向を向いていて、ちょっとなんかひまわりの後ろ姿を見ている感じになっております。もう一部枯れてるものもありますね。これはまた面白いつぼみがいっぱいついてる感じのひまわりです。これはもう終わったんでしょうね。種落ちている感じになっております。つながって色々なシーンになるといいんですが、昨日も台湾の方で地震があったようで、沖縄は津波警報が出ていて心配な状況でしたが、まあ、そこは津波の影響もほぼなく大丈夫だったようです。つぼみ型のひまわりですね。でこれとは違う、他の種類だとどれかな。これはただ小さいだけかな。あ、そうかもしれないですね。であとここにクモさんもいます。いやいいですわ、自然って。最高ですね。まあ、こんな感じでモニュメントに続く道にひまわり畑がありますので、ぜひ4月中旬までは楽しめると思いますので、気になった方は遊びに来てみてください。それではまたやーさーい。この動画が気に入りましたらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。